ちぎさん。今日は皆さんに何をシェアするかというと、簡単そうで言えてそうで言えてない、そんな単語の発音をまた一緒に練習していきたいと思います。今日も皆さんにはまずこの動画の練習をする前に Google 翻訳を使って今の自分の発音をどれだけできているかをチェックしていただきたいと思います。 Vanilla Salad Mirror Work Born Nurse。今日はこの単語を練習していきたいと思います。6つ全部できたっていう人はすごいです。これはね、6つなかなかできないんじゃないかなと思うんですけれども、一発でできてる方がいたら、もうかなりこの発音の類に関しては素晴らしい、マスターしてると思います。全然 Google 翻訳さん聞き取ってくれないんだけどっていう方も大丈夫、また今日も一緒にトレーニングをして発音を矯正していきましょう。ではまず1つ目、バニラですね。バニラ、こちらバニラと日本語であるので、こちらのアクセントですね。バニラ、バニラではなくバニラ、にのところにアクセントを置きます。バニラで、ポイントなんですけれども、こちら V から始まるので、しっかり唇にうー歯を置いて、ベニーレ、ベニーレ。レは舌をギューッとここに上げて、うーってこう前歯を押すぐらいギューッとして、レレで口を開ける、レって感じですね。レベにれ、これは鼻から出す音が多いので、ちょっとねちっこい音になります。バニラではなくベニラ、ベニラ、しっかりんーんーっていうこの鼻の音、ににを練習していただくといいかなと思います。ベニラ、ベニラですね。はい、ににが難しいかもね。鼻からを出してにに発音する、ににって感じです。ベニラ、ベニラで、これができるようになったらひっつけて、ベニラ、ベニラというふうに発音アクセントに気をつけてやってみましょう。では次がサラダ、こちらもアクセント気をつけましょう。日本語でサラダというのでサラダと言ってしまいがちなんですけれども、サラダにアクセントを置きます。ここが強く言って、サラダ、サラダ、こうなんかね、大きくだんだんって下がっていくイメージです。しっかりサ、サ、サですね。この音、サラダ、サラダで、ベニラのラですね。サラダ、サラ、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 こうしっかりウーって、ウーっとね、わかります、こんな感じ、うー、ここまで丸まってないや。うーうーうーで開ける、サラーあーで開けて、でで T の発音と同じ口の形なんですけれども、しっかり音を出す、でででで、これもお腹を押さえてもらうとしっかり動いていることがわかると思います。でででそれを全部合わせるとサラダ、サラダという発音になります。サラダ、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 サラダ。はい、練習してみてください。この2つはアクセントの置く位置が勘違いをしている人が多いか、まあ日本語にはない、日本語でカタカナだからなんか英語っぽく勝手に読んでるか、どちらかが原因のことが多いです。ベニラ、サラダ、綺麗な発音を練習するためにポイント、コツを押さえましょう。そして次に mirror ですね。 mirror、 鏡、 mirror、 ミラーでは翻訳さんには伝わりません。 mirror、 mirror ですね。しっかり、うん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 、 mirror、 うん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 、 mirror、 み、め、み、ここまずポイントで、ラーラーラーですね。ミラー、ミラーで R ですね。ここは
以前にやった rain と口の形同じです。閉じてすぼめる。この練習をしましょう。で、この時もラーではなくラーラー、しっかりずっと舌をギューッと下げた感じ。ラーアーアー、この音になります。ミラーミラーアー、ここら辺がね辛くなるかも。ミラーアー、しっかりね力入れてここら辺意識して。ミラーミラー。そしてこれもよくある間違い、 walk と work が聞き取れないことすごく多いです。こちらは働くの work work になりますので、しっかりダブルの音 w w w がまず第一ポイント。そして or の r という発音です。 r、 カラスが鳴いてる感じ r っていうのを再現していただければ完璧かな。 work、 しっかりね、これ始まって横に広げる。 work work、 横に広げると同時に下はちょっと引く。 walk と間違えられる人は縦に開けてる可能性が多いです。じゃなくて横、 walk ではなく wa で練習してください。 work work、 そこに r を付け足して walk workwork work という発音になります。できましたか？しっかり口、ここが辺が疲れてくると思います。 work 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 work。 次は born born。 I was born in Osaka とかの born、 生まれた時に使う was born。この間 was やったので一緒に was born よく使います。引っ付けて、では練習しましょう。まずは B は破裂音になりますので、しっかり唇をで on on、 こちらも最後 N 入ってありますので鼻から息を出します。 on on b on b on、 これを引っ付けて born bornになります。で、おもしかし口を縦に開けて R こうね、軽い音から深い音に行くみたいな、そんな感じ。 R で最後んで閉じる。 Born was born。 はい、練習してみてください。ではラスト、nurse ですね。 nurse、 こちらは看護師さんです。 nurse、 これも nurse と言ってしまう方が多いです。こちらはしっかり r の発音を入れて nurse ね、この音、 n の音出せる方も少ないですね。しっかりマスターできたらすごくかっこいいと思います。 nurseで、私はこれ対面レッスンの時によく言うんですけれども、イメージとしてはちょっと恥ずかしいかもしれないんですけれども、ケンナオコさんの生卵のあの言い方ができれば N はマスターできると思います。言ってみますね。生卵、全部鼻を使って言ってるんですよ。鼻でずーっと鼻認識をしてやってみてください。生卵ではなく、生卵。少し間を置くんですよ。生卵っていう感じ。はい、これ本当にマスターできるとすごく綺麗な N の発音ができるようになりますので、ぜひね、みんな人の前でやらなくてもいいと思うけど、お風呂の中とかドライヤーしてる時とかね、音うるさくて聞こえないから、それでちょっと練習してみると N の発音ができるようになる。で、ner で r ですね。 r ではなく r、 もうちょっと口がね開かない。 r ではなく r、 ちょっとしぼめた感じの意識していただいたら OK。 これはこういう風に音をこう歯ぐく、
下げて喋る練習。って感じ。ねえ、ねえ、ねえ。丸めなくて大丈夫。ねえじゃなくてねえ、ねえっていう自然な動きができるようになると綺麗な音が出ると思います。で最後がス、ハトハウスでス、ナース、ナースになります。ナースではなくナース、ナース。ぬ、あ、す、ポイントがぬ、ねちっこい音、鼻から出すねちっこい音、そしてあ、口を半分に開かないあーではなくあ、これぐらいこれぐらい開く、あ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 、ぬ、ぬ、はい、こんな感じでぬ、ぬ、綺麗にやっていきましょう。では最後にもう一度一緒に練習してみましょう。ベニーラ、サラダ、ミラー、ワーク、ボーン、ナース。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとなんかできたなって思った方はぜひ今から Google 翻訳でもう一度やってみて、どのように自分の発音が変化したのかっていうのをトライしてみてください。 Mirror, Work, Nurse、 あと Born ですね。こちらは R の発音、真ん中に R が入っている場合にできてない可能性が多い。これができるようになると真ん中に R が入ってても綺麗な音が出せる。で、ベニラ and サラダはアクセントですね。この2つを今日は一緒にトレーニングしました。今日も変化があった方はぜひコメント欄でシェアしてください。皆さんもね、たくさんね、なんかこれ間違いだとか完璧にしなきゃとかなんてね、全然思わなくていいから、そんなね、ほっといて、皆さんもね、ちょっとコツを、コツさえね、やっていただければ綺麗になりますので、また練習してみてください。発音ができるとね、自信にもつながるし、あと英語力ってなかなか自分で上達見えないかもしれないんだけど、発音ってね、こうちょっとね、ちょっとしたコツをつかむだけで劇的に変化するのが自分でもわかるから、やっぱりモチベーション高く維持できる一つだなって私は思うので、はい、ということで今日も皆さんよく頑張りました。最初に Google 翻訳さんに聞き取ってもらえなかったけど、練習を受けて一つでも多くなったよっていう方はぜひ高評価、グッドボタンお願いします。それではまたチャンネル登録もして、動画が出てきたらまた練習してください。それでは Have a nice day! Bye bye!